それが私の唯一の望むもの。赤壁の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退、体制の立て直しを迫られる。今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。馬超と関水が率いる連合軍は我が軍の西の戦線を突破、領州死士伊光殿は牢城の末廃止されました。王位漢中の豪族王氏の娘である。幼い頃一族を清涼の軍閥に滅ぼされた。そのため清涼の馬超に復讐を誓い曹操に仕官する。一方馬超もまた復讐に燃えていた。彼の父馬頭が曹操の暗殺に失敗し処断されたのである。馬超は関水と手を組んで洛陽に進軍。洛陽の防衛に当たっていた王位は曹操の援軍と合流する。彼女に復讐を果たす好機が訪れようとしていた。王位よ、よくぞ馬超らの猛攻に耐えてくれた。今までは孫吾に備え西に兵を避けなかったが、周囲が死んだ今こそそちらを片付ける時であろう。花公園長江軍を編成し道館へ向かわせよ。この機に馬超らを叩き西の憂いを消し去るのだ。王位殿は敵将馬超と並々ならぬ因縁があるとか。よろしければ事情をお聞かせ願えますか。幼い頃領州の軍閥に故郷を奪われました。清涼の死神馬超は一族の仇、あの男の首を取ることが私の悲願です。だったら何としても負けらんねえな。俺らも最近は負け戦が出征は終わり、やっと会いに行けるのね。ああ待っていて馬超、今から私がお前の首を取りに行くから。もう馬超らが攻め込んできているか。王位よ、戦況はどうなっておる。馬超関水らは道館に布陣しています。正面からぶつかった我が軍は敗走。現在は洛陽と保半身の守りを固めています。馬超を勢いづかせてしまい申し訳ありません。いやいやいや、援軍いえ援軍が来なかった事情も分かっています。その代わり花公園殿からは援助物資をいただいていました。ありがとうござる。何いいってことよ。いえそれはできません。
ようやく洛陽の防衛から抜けて馬長の首を取りに行けるのですから。ああそう、お前がそう言うならいいけどよ。敵は連合正面どう正面だ。馬角殿に何か不安がある様子。戦局打開の一手になるかもしれません。いらっしゃい。毎度どうも。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。曹操様に。へい、いらっしゃい。毎度どうも。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。短期で敵陣に乗り込んできたか。だが戦うつもりではなさそうだ。なるほど。何？このまま函谷関に置くのは危険か。
関水殿に伝えよ。すぐ道館の背後の守備につくようにと。関水様、馬長様より伝令です。すぐに道館に戻ってほしいとのこと。何、ここを引けというのか。さては、義の使者と話したことで疑われたか。馬長に弁明が通じればよいが、いざとなれば義に下るのやむなしか。このまま勝利を重ねればきっと。
よし、ここで防御態勢を取るのだ。覚悟せよ曹操。この地を脅かす悪魔、俺が撃つ。天下を渡してなるものか。みんな奮い立て。逃がさないわ。逆賊をのさばらせてはならん。いい気持ち。敵将討ち取った。義賛の口だ。破れてなお息巻いているようですが、馬長の一族、千骨。深追いは毒だと知っています。馬長の瞳に映った絶望の色、今はそれで満足です。それにならば、五軍の一部はです。ガク、お領衆の勢いをくじき、皇庫の憂いは立った。石壁の借り、今こそ孫権に返すのだ。
いらっしゃい。毎度どうも。いらっしゃい。毎度どう。ようこそ、いらっしゃいまし。
今後ともご贔屓に。ようこそいらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。ようこそいらっしゃいまし。
今後ともご贔屓に。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。赤壁で大敗したことをもう忘れたのかい。俺が思い出させてやる。あの戦を忘れたことなどはありません。赤壁の雪辱、ここで果たします。この地を譲ることはできん。何としても俺が守りきる。ちっ、ダーセー喧嘩しちまった。逃がさないわ。いい気持ち。もうこれ以上無理だってのは悪いけど、乗せてもらうよ。敵将打ち取った。このまま勝利を重ねればきっと。おお、頑張ってんだ。その調子で行けよ。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。筋の通った男だな。集隊の援軍を無駄にはすまい。
自分たちの意地今こそ見せる時だ。何人集まろうと関係ない。猛徳の道を開くため貴様らを撃つのみ。
防衛における要衝突破されないようにしっかり守りましょう。いい気持ち。お手柔らかに。熱してあげる。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。そうそう、この剣業にまで攻め来ると何があろうと引くわけにはいかぬ。いい気持ち。よし、
ここで防御態勢を取るのだ。このままだと私たちの国が。逃がさないわ。いい気持ち。義軍を一掃する。ウクレイ部隊、敵を殲滅せよ。逃がさないわ。いい気持ち。敵将、討ち取った。ああ、頑張ってんだ。その調子で行けよ。お返しよ。敵将、討ち取った。なるほどな、いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。義軍がこれほど盛況と、この勢い果たして止められるのか。いや、絶対に止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。よし、ここで防御態勢を取るのだ。義の置かれている状況は、取っちまうぞ。息子、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すのは自慢の息子かもしれないぜ。敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちへ寝返るだろうよ。
この傭兵官は艦中の要、貴様らなどに落とせるものか。逃がさないわ。いい気持ち。消えて。傭兵艦という要衝を抑えられた。これで戦は有利に運ぶぞ。敵将討ち取った。このまま勝利を重ねればきっと。さすがの腕前です。おお、頑張ってんな。この調子でいけよ。見込みなどないか。なんとか銀将に接触できないか。そうすれば寝返りの三段も。傭兵艦が落とされた。嘘だろ。戦線を突破できましたら、いざ進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って艦中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよう。戦闘座は譲らぬ。必ずや守り抜いてみせる。逃がさないわ。いい気持ち。務めを果たせぬとは。長老殿は申し訳ございません。戦闘団を抑えた。でも王将の打撃は大きいぞ。逃がさないわ。討ち取った。このまま勝利を重ねる。きっと。見事な働き殿。おお、頑張ってんな。その調子でいけよ。
軍団だけが孤立してしまったか。それがしは一人になろうと最後まで戦うのだ。いよいよ来たか。艦中を守るため戦わねば。鉱山が陥落しただなんて、もう勝ち目はないんじゃん。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。艦中は俺たちのものだ。あや、ご苦労だったな息子よ。友人だったぞ。そうそう殿。書こうと思う。とするか。この艦中は絶対守り抜くぜ。職軍の指かなり高い様子。加工園将軍、ここは慎重に参りましょう。
劉備殿が融資するにはこの艦中が必要。さっさと譲ってもらうとしよう。ここは義にとっても用地、私の命に変えても守り抜く。報告、褒美の酒盛に破損があるとのことです。おいおい、そういうのはしっかりしとけよ。じゃあね、ちょっくら俺が直しに行くか。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。その調子で行けよ。いい気持ち。なんで敵の大将がこんなとこに？なぜかしらねえが、奴を倒せば大手柄だ。ほら、俺は酒盛を直すんだっての。誰か、俺の周りの敵を追い返してくれ。艦中ダッシュを前に破れるとは、なんと不甲斐ない。やっ、はっ、狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。逃がさないわ。いい気持ち。これで酒盛は治ったか。じゃあまあ、備えあれば憂いなしだな。敵陣に酒盛が。これではうかつに攻め込めないか。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。覚えたぞ、この裏に次は。返してやる。ああ、やっとこさ連中も諦めたか。俺らの勝ちだ。みんな、お疲れさん。敵将、討ち取った。このまま勝利を重ねれば、きっと。ああ、素晴らしく輝いていらっしゃる。ああ、頑張ってんだ。その調子でいけよ。
生は俺たちのもんだ。奪おうとする奴はぶちのめしてやる。その粗暴な戦い方、無粋ですね。せめて散り際は私が美しく彩りましょう。やっ、あれは誰だ。逃がさないわ。消えて。いい気持ち。やってられっかよ。ここは引いて焼け酒だぜ。敵将打ち取った。このまま勝利を重ねれば。なんと壮麗な戦ぶり。おお、頑張ってんだ。その調子でいけよ。このまま勝利を重ねれば、きっと。おお、頑張ってんだ。その調子でいけよ。
備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。なんと猫の近くに敵が。皆義の軍勢を押し返すのだ。不利な局面だが知略で跳ね返せ。逃がさないわ。いい気持ち。消えて。潔く散って。奪いぬとは無念。今は引くしかあるまい。敵将討ち取った。やれやれ、やっと諦めやがったか。まあこれで一安心ってところだな。伝令、平軍山の本陣に敵襲。敵将は甲中の模様。なに、あのじじいやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたぜ。ちょ、父さん待ってくれって。将軍、
まさか。劉備は低軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまでに叩き、漢中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが、炎上を思い出すよ。皆に支えられ、導かれ、ここまで来たのだ。大使、必ず貫いてみせる。逃がさないわ。決して何者にも抜かせはせぬぞ。ここは通しません。私とトラ戦車が相手となりましょう。負けるかよ。トラ相手の勝負には覚えがあるんでな。逃がさないわ。私のトラ戦車をものともしないとは。かえって共感を考えることにしましょう。敵将討ち取った。このまま勝利を重ねればきっと。おお、目を見張るようなご活躍です。立派立派。今頃俺も、本当にありがとうございます。失敗は記憶に刻む。成功してよかったわ。防御体制を取るのだ。譲らん。先に食べ物を頼むな。
逃がさないわ。マリお前倒せ。逃がさないわ。希望の酒が残ってたかよ。いい気持ち。次こそはてめえをぶっ飛ばしてやる。敵将打ち取った。お前の戦並大抵ではないな。冠中は渡せぬ。民のため、皆のため、必ずや退けん。行くぞ。敵の要所を叩く。逃がさないわ。いい気持ち。お前の戦並大抵ではないな。よし、ここで防御体制を取るのだ。逃がさないわ。高祖ゆかりの地を追われる。だが私たちの道はまだ終わりではない。敵将打ち取った。いいぞ、頑張ってるだな。伝令、班長が関羽の軍に包囲されました。ここまでは私の絵図通りならば、関中にもう用はない。なんと、そういうことですか。関中の餌に関羽を連れとは、さすが曹操殿だ。関中の
関羽の動きは間違いない。Okay.